いいのじゃねえか。なんなら、キヨちゃんが、キヨちゃんがさらわれた。それは、一体どういうことじゃ。さっき、キヨちゃんとスナックにおったら、いきなりヤクザが来よって、キヨちゃんを車に乗せよったんじゃ。じゃけ、わしが止めに入ったんじゃが、めたくそに殴ってきよってからに。ほしたらキヨちゃん、心配せんでええから言うて。ほいでおめおめと逃げてきよったんか、この根性なしが。踊れの腕の一本や二本、おられててもキヨちゃんを守ったらんかい。頭、いかんて、怪我人ですけ。ヤクザってのは、陽明連合会か。いや、多分東京もんじゃ、若い男じゃった。そうめやか。やっぱり、清美ママとなんか関係あるんすかね。待て、南雲、どこに行くつもりだ。決まっとる。キヨちゃん助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょう。登場会をなめるな。お前が行ってどうにかなる相手じゃない。止めんといてつかさい。こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ、頭だけじゃのうて、わしらみんな命張る覚悟あります。清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃ。おうよ、東京門に舐めた真似されて黙っちょれんわい。染谷は陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら、縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰しだ。親分にも迷惑がかかる。じゃったら、わしは破門してもらいます。それじゃったら、もう広瀬一家とも関係ないですけど、惚れた女一人守れんで、何が極道じゃ。呆れるくらいバカな奴らだな。何とでも言うてつかさんや。ほいでも、わしらはいかんといけんのんじゃ。ああ、バカとは言ったが、嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。だったら組に関係ない俺が行けばいい。違うか。いや、兄貴が無事強いは分かっちゃいます。じゃけど、なんぼなんでもたった一人で行くんは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか。要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。そら、そうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ覆面？なんか泥棒みたいだな。おやっさん、なんで小川なもん持ってるの。昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな。全然バレなかったよ。ほいじゃけど、そがなことする人、おやっさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃ、これ兄貴の分です。はあ、いや、俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。キリュウの兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから。兄貴の顔が割れたら
一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけど。しょうがねえな。わかったよ。じゃあ俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。で頭、どういう作戦で行くんすか。そうじゃのう。あ、確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。迎賓館はもともと石見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。1階はロビー、2階から3階までが客室エリア、4階にレストランと大浴場があります。5階はスイートルーム専用みたいですわ。広いの。問題はどこに清美さんがおるかじゃ。のんびり探してると搭乗会の連中に捕まっちゃいますよ。よし、キヨちゃん救出作戦はこうじゃ。まず全員で正面玄関から突入。奥の階段に着いたら2階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。松永、田頭、雄太は右回り、わしと桐生の兄貴は左回りじゃ。2階におらんかったらそのまま3階へ行き同じように探す。途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせ。そしたら一斉に正面玄関に戻って車でとんずらじゃ。お前ら準備はええか。へい。血がたぎってきたで。兄貴、準備はええですか。いや、まだだ。キヨちゃんが危ない目に遭うとるかもしれんのんじゃけ、早う頼んますよ。